はい、もくもくトイズです。今日も10分間の建築練習をやっていきたいと思います。動画後半は今までやってきた建築を使っての実践をやっていきます。今日の建築は階段、壁、屋根です。この練習はまだ早かったと思います。初心者にはなかなか実践で使う機会がないのです。それにぐるぐる回るのにちょっと酔ってしまいます。今スイッチでゲームをしてるんですけど、ゆくゆくは PC でと思っていて、去年の年末からダラダラと PC を選んでいると、グラフィックボードがどんどん値上がりしていって PC が買えません。やっと最近1660に決めて、玄人志向の1660が35,000を切ったら買おうかと思っています。グラフィックボードの在庫も最近回復してきているので、早く値段が下がってほしいです。次は縦積みです。実践でゆっくり作っているとすぐに攻められます。床階段張るのに飛ばなくていいみたいです。後で分かりました。変な癖があって飛んでしまいます。
それでは実践やっていきたいと思います。焦ったらもう無茶苦茶です。全く思ってる位置に建築が建てられないです。敵が来たら建築張るけど、その後が問題です。敵の位置が全く把握できません。
建築練習3日目はこのぐらいにしておきたいと思います。まだまだ課題が山積みですが、ゆっくりやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。